すごい、私さ、すごいね。ね、こんな満開の時期にさ、花見に来たのなんて何年ぶりなんだけど。なんか一回鶴岡で行った。あとは紅葉だな。めっちゃ綺麗じゃん。ね、すごい綺麗だ。やったね、めっちゃ綺麗。ちょうどいいかもね、確かに寒くもなく風も強いわけじゃなく。嬉しい。来週だったらもう終わってたじゃん。しかも平日だからよかった。これ土日だったらやばかったよね。平日でこの量だもんね。でも屋台が多分ここにしかないから混んでるってことだもんな。でも夜になると酔ってる人がいっぱいいるんでしょ。うわ、大判焼き食いたい。すごいこれ。あ、そこにもあそこにもいっぱいあった。うわ、玉コンとか食いたいね。いや、でも玉コンは家でも食えるか。あ、そんなこと言ったらそうだね。本当に。あ、なるほどね。そういうのもありだね。めっちゃいい花見。やっぱ桜はいいね。うわー、麻婆焼きそばだって。ラーメンあるよ。なんかこの辺も美味しそう。うわ、すげーいい匂いするんだけど。あ、これの匂いで、すげー匂い。うわ、何食べる。いろいろありすぎて。麻婆焼き食いたい、マジ。すげー並んでんな。本当だ、すぐ帰る。こんなもんだね。どうですか。お腹空きました。じゃあご飯食べます。はい。ちょっと待って、意外に鶏肉が少ない。上だけだ。うん。上だけだ。大事に食べないと。ね。もうこっちだとヨヘミの分で終わりだよ。受けんだけど、私いいよ、その落ちてるちっちゃいやつで。うん、美味しい、普通に。ほんと、うん、割と正解。割と正解、うん、待って、すごい事件。もう最悪じゃん。ティッシュしか持ってねえや。あ、終わったね。あ、上ってやるかもしれない。いただきます。はい。うん、どう。普通。知ってた。知ってたわ。でもさ、これで600円ってことはコンビニで買って食べた方が美味しい。そりゃそうだ。絶対焼きそばもそうなんだけど、うん、ちょっと味違う方がまだいいでしょ。でもね、こういうとこで食べるっていうのはいいんだよね。そう。だからそうなるとまだこのクソ食べかけのこいつの方が。もうちっちゃすぎて何か見えない。後に食べられちゃうから拾った方がいいよ。よし、もう一回食べまーす、
頑張りましょう。どうだった？辛くない？すごいね。腰やばいね。腰やばいっしょ。腰やばい。腰やばい。痛いでしょ。私別に何もやってない。そうだね。頑張るわ。頑張って。ありがとう。